下線、アンダーラインの言葉はどう書きますか？ 1,2,3,4 から1つ選んでください。問題は全部で20問です。じゃあ始めましょう。1問目。正解は4番。ここに名前を書いてください。ここに名前を書いてください。 If you'd like to see English subtitles, please press the caption button. 次、2問目。正解は2番。妹はまだ学生です。妹はまだ学生です。3問目。正解は1番。うさぎの耳は長いです。うさぎの耳は長いです。4問目。正解は2番。お店の外で待ちましょう。お店の外で待ちましょう。5問目。正解は3番。8日間旅行しました。8日間旅行しました。6問目。正解は2番。今から家に帰ります。今から家に帰ります。7問目。正解は4番。6月は雨がたくさん降ります。6月は雨がたくさん降ります。8問目。正解は3番。父はメガネをかけています。父はメガネをかけています。9問目。正解は3番。左足が痛いです。左足が痛いです。10問目。正解は1番。家族は何人ですか？家族は何人ですか？ You might have learned 家族は何人ですか？ Or 家族は何人いますか？ From textbooks.And these are correct, but in real life, Japanese people more often say 何人家族ですか？何人家族ですか？残りあと10問です。頑張りましょう。11問目。正解は2番。先月はとても忙しかったです。先月はとても忙しかったです。12問目。正解は1番。庭に花が咲いています。庭に花が咲いています。
13問目。正解は4番。昨日は7時間寝ました。昨日は7時間寝ました。14問目。正解は1番。私は姉が2人います。私は姉が2人います。15問目。正解は3番。海で貝を見つけました。海で貝を見つけました。残り5問。頑張って。16問目。正解は2番。漫画を読むのが好きです。漫画を読むのが好きです。17問目。正解は4番。先生が宿題を出しました。先生が宿題を出しました。宿題を出す has two different meanings depending on the context.When a teacher gives the students homework, you can say, 先生が宿題を出す。先生が宿題を出しました。But when you turn in your homework that you've done, you can also say, 宿題を出す。昨日の宿題を出しました。次、18問目。正解は3番。15分後に電話します。15分後に電話します。19問目。正解は2番。もっと大きな声で言ってください。もっと大きな声で言ってください。ラスト20問目。正解は3番。日本人の友達ができました。日本人の友達ができました。やった！20問終わりました。何問できましたか？また一緒に勉強しましょう。またね。